それでは今日の問題を解いていきましょう。今日の問題は三角関数、珍しいちょっとタンジェントを使ったような問題です。問題はタンジェント11度が A の時、タンジェント1度を A で表しなさいという問題です。まあ、問題見た瞬間にこんな感じかなっていうのは分かるような問題なんですけれども、慎重に解いていきたいと思います。まずこの問題どうやって解いていこうかなということなんですけれども、基本方針をちょっと書いておきますけれども、まずですね、これきっとタンジェントの2倍角の定理とか加法定理とかその辺を使うと思うんですけれども、もうタンジェントに関する2倍角とか加法定理とかすっかり忘れてしまったので、まずそこを思い出すとこから始めてみたいと思います。もう一つちょっと注意なんですけれども、まあ11度みたいな、こんな風にちょっと右上に角度のですね、この度っていうマークを書くのちょっと大変なんで、これ適当に場合場合で省略していきたいと思います。大雑把に考えてですね、角度の1度っていうものと、11度っていうものをどんな風に結びつければいいかということを最初に考えておけばいいと思うんですね。1度っていうのを、まあタンジェントに関しては45度とか60度とか、まあ、30度とかはある程度分かってる前提でいくとすると、45度っていうのがこの場合扱いやすいと思うんですね。なんでかっていうと、1は 45-44 で、44っていうのは 11×4 ということなんで、11×2×2 みたいな感じにしてですね、倍角倍角っていうふうに計算していけば、タンジェントの44度っていうのが求まるので、そこから最終的に45度から引いてあげるというようなやり方をしたいと思います。ただ、タンジェントの 2θ がどんな風になるかなんてもうすっかり忘れてしまったので、ちょっと計算していきます。cos2θ 分の sin2θ ですね。これさすがに、加法定理は覚えているので、なんとなく思い出しながら書いていくと、 cos2θ-sin2θ 分の 2sin θ cos θ という風になります。これ、分母と分子を cos2θ で割ってあげるんですね。そうすると 1-cos θ 分の sin θ の2乗分の2×cos θ 分の sin θ という風になって、これでタンジェントで表せたわけです。タンジェント 2θ というのは 1-tan2θ 分の 2tan θ というような、こんな風な関係になっているということが一つ思い出せます。次に45度から44度を引くっていうことを後で考えたいので、タンジェントの α-β みたいな加法定理のこともちょっと思い出しておきたいと思います。これもまあ、計算していきます。タンジェント α-β というのはですね、
コサインアルファマイナスベータ分のサインアルファマイナスベータというふうになるので、まあ分母分子をそれぞれ加法定理で、まあ展開していくとですね、分子の方はサインアルファコサインベータマイナスサインベータコサインアルファというふうになって、分母の方はコサインアルファコサインベータプラスサインアルファサインベータのような形になります。これを分母分子をコサインアルファコサインベータで割り算してあげて、整理してあげるとタンジェントの加法定理が出来上がるわけです。計算が終わってどうなったかというと、タンジェントアルファマイナスベータというのは1プラスタンジェントアルファかけるタンジェントベータ分のタンジェントアルファマイナスタンジェントベータというような形に整理できるわけです。これで、まあ、必要な加法定理の方も無事に思い出すことができて、これでやっとじゃあ本題の計算に入っていこうかなという感じになるわけです。まずは2倍というところでタンジェントの22度から考えていきたいと思います。タンジェントの22というのは 1- タンジェント2乗の11分の2タンジェント11ですから、これ 1-a2 乗分の 2a というふうに簡単に整理をすることができます。じゃあ繰り返してですね、タンジェント44というふうにすると、1- タンジェント2乗の22分の2タンジェント22というふうになるわけで、これさっき求めたこの式を代入していけばいいわけですね。 1-a2 乗分の 2a、 ここで2乗を書くの忘れてますけれども、 1-a2 乗分の 2a みたいなふうにしてこれきちんと計算していきます。しばし計算ミスがあるので、まごついている様子をご覧ください。ここまで来てやっと、あ、いけねえ、計算間違ってるって気づいて A2 乗をつけてあげました。これ分母分子に 1-a2 乗の2乗というのをかけてあげないといけなかったんですね。
したがって分母が 1-a2 乗の2乗マイナス 4a2 乗で、分子の方が 4a の1 マイナス a2 乗というような形になります。これ分母分子を展開して整理しておきたいと思います。もうこの辺は単純な計算なのでそんなに難しくありませんが、分母の方は a4 乗マイナス 2a2 乗プラス 1 マイナス 4a1 乗、分子の方がマイナス 4a3 乗プラス 4a、 まあ次数の高い方からきちんと整理をしてあげて、タンジェントの44というのは a4 乗マイナス 6a2 乗プラス 1 分のマイナス 4a3 乗プラス 4a というふうな感じになるということがわかるわけです。さて今度は 45-44 ということを使って、最終目標であるところのタンジェント1というところを求めていきたいと思います。タンジェントの1というのはタンジェントの、45-44ということになるわけです。こうなるとさっき、タンジェントに関する加法定理を整理し直したので、これを加法定理を使ってタンジェントの45とタンジェントの44で表す式に展開していきます。1プラスタンジェント45かけるタンジェント44分のタンジェント45マイナスタンジェント44というふうになりますね。でここで大事なことなんですけれども、タンジェントの45度っていうのはどんなものかっていうと、実は1なんですね。これタンジェントっていうのは直角三角形の横と縦の比率のことを表していますから、45度だとこれ直角二等辺三角形ということで1対1対ルート2ということで1分の1になるということで1だということがわかります。したがって1プラスタンジェント44分の1マイナスタンジェント44という、なんか非常にすっきりした形の式になるわけです。ここにさっき求めたですね、タンジェント44を A で表した式を代入していきます。もうなんか計算するのがすごい、もうなんか大変な感じの式になっていますが、1プラス A4 乗マイナス 6A2 乗プラス1分のマイナス 4A3 乗プラス 4A、分子の方が 1-a4 乗マイナス 6a1 乗プラス 1 分のマイナス 4a3 乗プラス a4a というような式になります。これ分母と分子に a4 乗マイナス 6a2 乗プラス 1 をかけて整理していきます。分母と分子がまあこんな感じの、もうなんだか4次式なんでわけが分かりませんがなっていって、これを最終的に A の次数の順番にちゃんと整理していくと a4 乗マイナス 4a3 乗マイナス 6a2 乗プラス 4a プラス 1 分の a4 乗プラス 4a3 乗マイナス 6a2 乗マイナス 4a プラス1というふうになります。ちょっとなんか、パッと見因数分解とかできそうな気もするんですが、ちょっとできるかできないかまで確かめる根性がなかったので、まあこんな感じで A で表せてるんじゃないかなっていうふうに思いたいと思います。タンジェントの1度というのはタンジェント11度を A とすると a4 乗マイナス 4a3 乗マイナス 6a2 乗プラス 4a プラス 1 分の
A4 乗プラス 4A3 乗マイナス 6A2 乗マイナス 4A プラス1というふうに表せるということが分かりました。いかがでしょうか。タンジェントを使ったこんな、計算ですけれども、ちょっと難しいんですけれども、思い出しながら慎重に解いていけば解けるのかなと思います。計算が煩雑なので私も間違ってしまったんですけれども、皆さんも気をつけて計算してみてください。この動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。